はい、ゆかです。今回もですね、コクンのカスタマイズということでお話をしていきたいと思います。前回までですね、こんな感じに、仕上がっております。今回はですね、問い合わせのページと、サイトマップのページの作り方ということでお伝えしていきたいと思います。サイトマップはですね、こんな感じで、自分のですね、サイトの中に何のページがあるのかというのをですね、記事一覧みたいな形で、見せてくれるページになります。ちょっともうここでセットしてるんですけど、こんな感じでですね、固定ページ、記事一覧があって、カテゴリーがある。これがね、あった方が、サイト全体がすぐに何が記事入ってるのかっていうのが見られるのですごく便利なページになります。なのでこれもセットしてあげた方がいいと思いますので、ぜひセットしてみてください。で次お問い合わせ、これちょっとまだ何も入ってないんですけど、ブログにね関して何かこういうお問い合わせページがセットしてあると、気軽にねなんかコンタクト取りやすいかなっていうので、お問い合わせページねセットしてあげるとすごくいいかなっていうことで、お問い合わせページの作り方っていうところをお話しします。ダッシュボードに行きますね。で、今回セットするのがサイトマップなので、まずサイトマップの方からご説明します。サイトマップは固定ページに入っているので、固定ページ一覧に飛びます。でもしこれ何もサイトマップ作ってない状態であれば、まず新規追加していただいて、新しい固定ページをですねちょっと開いてもらったらいいと思います。でサイトマップなのでここ開けますね。でサイトマップ表示するのってこのショートコードで表示することができます。これですね、もうコクーンは、初めからですねサイトマップを、表示するようなショートコードがね用意されております。通常はこういうショートコードってテーマによってはないんですね。これコクーンならではです。他のテーマでもしサイトマップを作りたいよということであれば、PS オートサイトマップっていう、プラグインが必要になるので、そういったプラグインを使わないといけないです。だけどコクーンはですね、それが必要がないテーマなので、別に用意しなくて大丈夫です。なのでもし今ですね、いろんなブログ見て PS オートサイトマップでサイトマップ作ろうかなと思っている、国運利用者の方は必要がないので、消していいかなと思います。ということで、今回は、このですねショートコードをご紹介するんですけど、今これも後ろ側全部入っちゃってるんですけど、国運のサイトマップって実はですねここ、ちょっと入れようかな。このサイトマップっていうのだけで、これですね、入れますね。そしたらですね、ここカテゴリーまで入ってて、固定ページ、記事一覧、カテゴリーっていうのはもうサイトマップっていうこの表示だけで全部表示されます。でもちょっと細かくね、セットしていきたいなれば、この書き方がですね、いいと思うので、この書き方もご紹介します。もしね、全部固定も投稿もカテゴリーも全て表示したいよっていうことであれば、もうこれだけ書けば大丈夫です。だけど、固定ページはもう表示しなくていいっていうことであれば、このね、ページっていうのは固定ページを表しているので、この1っていうのを0に変えてあげます。でシングルは投稿ページのことですので、投稿ページいらなければこれ0なんですけど、投稿ページはいるので1で、カテゴリー表示しなくていいっていうことであればここも0に変えてもらったらいいです。でもカテゴリー今回表示した状態なのでカテゴリーで、アーカイブも、表示することができるので、アーカイブ表示したいよっていうことだったらここを1に変えてあげてください。で今この状態でどんな風になるか見ていくんで、こっちは一旦消します。でこれで、見ますね。そうすると、記事一覧カテゴリーのみですね、こういう風に表示されるっていう感じです。すごくね、これあると読者さんは見やすくなるので、ブログ内にですね、設置してあげてください。で次にですね、じゃあコンタクトフォームというお問い合わせフォームを作っていきます。で、またダッシュボードに戻って、これは
更新かけておいて、でまた固定ページ一覧に戻ってきます。でコンタクトフォームはちょっとお問い合わせっていうページをとりあえず作っている状態で止まっている。これもですね、あのコンタクトフォーム用のショートコードを入れるので、入れていきます。で、コンタクトフォームなんですけども、プラグインが必ず必要になるので、まだ入ってない方はまずプラグインから入れてください。このコンタクトフォーム7っていう、プラグインが入ってないと使えないので、まずこれを導入してもらって、で次にですねやることっていうと、ここのお問い合わせっていうプラグインのですねセットっていうのがあるので、まずコンタクトフォームっていうのを開けます。そうするとまだ何もできていない状態ですね、これだと。なのでここから新規追加ですね。そうするとこれが出てくるので、問い合わせフォームの中に表示入力してほしい項目、名前、メールアドレス、題名、メッセージみたいな形で出てくるので、私は基本的にお名前、メールアドレスまでですね。題名はもう入れなくていいよっていう設定にすることが多くて、まあ、こんな感じで作ります。でこれでねもう保存しちゃうと、これで OK です。あとはね、ちょっと分かりやすいようにタイトルを変更しちゃった方がいいかなっていうのはあるので、ちょっと変更しておきましょう。でここにショートコードが出ますね。このショートコードをコピーして、さっきの固定ページのお問い合わせに戻って、でここからですね入力します。ショートコードっていうのを選んで入れ込みますね。でプレビューすると、ここお名前、メールアドレス、本文っていうのが出来上がります。でこれで OK ということだったら更新なんですけども、まあ、お問い合わせフォームはですね、よければまあ何か文章をですね入れていただく方がいいかと思います。何か、お気軽に問い合わせくださいみたいなね、まあ、一言こんな感じにメッセージを入れてあげて、ちょっとプレビュー見てみます。すると、まあ、こんな感じで出てくるので、お気軽にお問い合わせくださいとかですね、何かメッセージを入れたフォームっていう作りとかですね、もうちょっと文章入れてもいいですし、その辺はなんか自由にやってみてください。という感じで、コンタクトフォームとサイトマップっていうのは簡単に作れるので、ぜひセットしてみてください。で、一応コンタクトフォームのセットなんですけども、今簡単にね、1個作ったんですけど、これ、あとね、フォーム以外に後ろ側にメール設定とかね、自分のところにこういうコンタクトフォームからお問い合わせあったよっていうメッセージがこういう風なセットしたら出てくるんですね。これデフォルトでもいいんですけど、まあ、よかったらですね、メールにっていうのはこれセットしてあげると自動返信っていうのが届くようにできますので、これは、できればセットしてあげると問い合わせしてきた方にもすごくいいのかなという感じですね。この Your Mail っていうのが問い合わせフォームの中に入れていただいた、問い合わせ者のメールアドレスに送信されるメールで、送信元が自分ですね。題名が、ここがお問い合わせありがとうございますとか、コンタクトフォーム問い合わせ の自動返信ですみたいなのとか、で自動返信だよっていうのを分かるように入れてあげたらいいと思います。で追加したこのままでいいので、メッセージ本文に、ここね、名前まで入れてもらっているんだったら Your Name
なね、こんな感じの、っていう感じでね作っていくと、これ自動返信なので、問い合わせしてもらった方にお送りする、自動返信で送られるメッセージになりますっていう感じで、このメールにをセットしてあげるとすごくいいかなっていうのでやってみてください。こっちの上はですね、自分宛に送られるメッセージ、これ絶対セットしていかないと、あのお問い合わせフォームからお問い合わせいただいた内容ってこのメッセージでしか確認されないんですよね。なので送信先っていうのはもう絶対に確認してください。自分のメールが合ってるかどうかですね。なので一回このお問い合わせフォーム作ったら必ず、自分でねこうページに行って、ここから名前、メールアドレス、本文っていうのをテスト送信必ずするようにしてください。そっちの方が確実なので。で結構ね、さっきのメールアドレス間違ってて問い合わせが全然届いてないっていう人とかいらっしゃるので、コンタクトフォームに問い合わせとかセットした場合は必ず自分で確認をするっていうことが大事になるので気をつけておいてくださいという感じで、今回は、このサイトマップと問い合わせのですね作り方ということでお話をしました。今のお話が役に立ったいいなと思いましたら、いいねボタンをお願いいたします。これからも、ブログ情報、ワードプレスのことに関して、受け取っていきたい方はチャンネル登録もお願いいたします。ということで以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。